おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は日本のレーティング機関であるセロについて改めて確認していこう。直近だと、カリストプロトコルがレーティングが取得できないで、日本での発売を断念することになったのよね。SF ホラーとして強烈な描写が要因であるとされているな。とはいえ、世界では発売されるし、なんなら日本ユーザーがそれを手に入れることは可能。そういう意味では何の審査なんや？とは以前の動画で言ったわね。今回はゲームスパークのセロとのメールインタビューを確認しながら、我々も思うところを語っていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。以前に我々はセロとはなんだ？的な動画を投稿しているが、そちらは概要欄にリンクを貼っております。内容的に似通る部分もあるが、そこはご了承いただきたいところだな。そしてゲームスパークのメールインタビューから中心に確認していこう。こちらも全文は概要欄にリンクを貼っております。まずハセロ設立の経緯と団体の目的について答えているな。ここは全文動画でもお伝えしよう。家庭用ゲーム機の技術の進歩やゲームユーザーの年齢層の拡大によって、ゲームソフトの表現や内容が多様化するにつれ、それらが青少年に与える影響への配慮が求められるようになりました。2002年6月、そうした社会的要請に応えるため、ゲームの業界団体であるコンピュータエンターテインメント協会 CESA が主導する形で、ゲームソフトの年齢別レーティング制度を業界の自主規制として運用、実施する機関として本機構が発足しました。その後、2003年11月、東京都より特定非営利活動法人 NPO 法人として認証され今日に至っています。ここはテンプレでいうところになるんでしょうね。そして、セロという団体の目的だな。本機構ではゲームソフトの年齢別レーティングを実施することにより、ユーザーや一般市民に対しゲームソフトの選択に必要な情報を提供し、青少年の健全な育成や社会の倫理水準の適正な維持を図ることを目的としています。としているな。そうは言ってもなぁ。設立して20年、それをユーザーとしては実感することができてないし、いわゆるグロ表現では厳しい審査になっている印象ね。客観的な調査でそういう印象になっていることはセロ側も認識しているな。とはいえ、レーティングを受けずに販売すること自体に法的拘束力はない。受けたレーティングによって推奨年齢を下回るユーザーがプレイしても法的には問題はないし、それより厳しい Z 指定の作品でも障壁はあるが、未成年ユーザーのプレイは法的に見れば問題ない。故に一般ユーザーとして意味がわからなくなるのよね。このレーティングの意義自体はいろいろあるが、Z 指定についてはもう少し講述しよう。まず、メーカーとしては業界全体の自主規制に従うことで表現をめぐるトラブルのリスクを軽減できる。セロという第三者機関の審査を通していることがお墨付きになるのね。販売店としては、セロが審査してくれているおかげで問題のある作品を販売してしまうリスクを減らすことができる。また対象年齢を明確に示すことで、自己責任での購買を促すこともできるわけだ。ユーザーとしても販売店には基本的にセロのマークがついた作品しかない。そのゲームの過激さの程度を事前に知ることができるし、保護者が子供にゲームを買い与える際の指導にもなるな。基本的にはリスク回避ということね。厳しく言ってしまえばそれまでだが、意義としてはごもっともだ。そして、レーティングにおいて、Z 指定についてはもうちょっと踏み込もう。時は2005年まで遡る。GTA 3が家庭用コンシューマーゲームとして初めて神奈川県で有害図書指定を受けることになる。これもなかなかの衝撃だったわね。表現が過激なゲームではあるが、そもそもの審議時間の短さ、ゲーム全般の理解の低さに、当時推し進めていた神奈川県知事である松沢重文氏には多くの批判があったな。とはいえ、この一件が与えた影響も大きく、当時の SCE や CESA は自主規制を強化し、18歳以上に販売しない Z 指定ができることになるな。まあ、これに関しては個人的見解だけど遅かれ早かれって話だったと思うわね。でもそこを厳密にするなら、Z 指定の作品で表現できる幅は広がるはずなのに。結局のところ日本では妙な規制が入ることになる。バイオハザードシリーズなんて、言い方悪いけど意味不明ね。せっかく D 推奨で表現を抑えたものを用意した上で、Z 指定でも規制が入るからね。このあたりは以前にコメントでもいただいている意見だな。
やたらめったに何でも解禁って話じゃないけど、青少年の健全な育成をしっかり守った上で、作品の表現も守ってほしいところね。インタビューの中で審査基準については、社会の価値観や倫理水準の変遷に慎重に対応し、必要に応じて見直すべきものと考えます。としているな。某日本の偉い人みたいに考えるだけじゃなく、行動を起こしてくれ。ぜひはともかく今年のゲームオブザイヤー本命のゴッドオブウォーラグナロクも Z 指定作品。過去にも世界的に評価されている作品が多いことを考えるとちょっとね。それ自体はそれ自体でまた考えないといけない問題ではあろうが、どこかでセロ自体がアップデートしてくれることを期待したいな。でも、今回のインタビューでは明確なことは何も答えてないわね。ゲームスパークさんには悪いけど、これやる意味あったの？セロが具体的なことを特に言わなかったという事実自体が大事なのかもな。その事実をもって改めてユーザー側がいろいろ考えて意見を上げていけばいいんだ。というわけで私からセロに一つ苦言。あんまり過激なこと言うなよ。正直、個人的にはかなり気になったところだ。ここはインタビュー全文確認した上で語ろう。審査は担当した審査員の裁量に任されているのでしょうか？また、審査員がレーティングをつける際の明確な基準はあるのでしょうか？本機構では、専門の研修を修了済みの熟練した審査員が審査基準に基づいて審査を行っており、個人の裁量や見解はほとんど入りません。ほんまか？って思ってしまうわね。まあ、今までも何度も聞かれたであろう質問だろうからな。テンプレ回答と言えなくもないが、ゲームのような映像作品において、多種多様な表現がある上で、みんなちゃんと研修受けているから大丈夫、って言われて納得するか？まあ、そこを信用していないからユーザーの中でいろいろ言われるわけよね。機構の立場上言えないことも多いとは思うが、ゲーム業界に与える影響はかなりのものだ。開発側も作品によってはセロ審査を意識して作るわけだしね。まずはゲームをプレイする人間の多くを納得させるための活動はちゃんとしてほしいな。私たちとしてはホラー系などの過激な表現についてはかなり容認派ですが、あくまで作品を表現する上での重要な要素と考えているからです。作品の質が一番重要なわけだからな。そこを貶める形になるなら、今後も一ゲーマーとして戦うまで。表現問題ハセロに限った話じゃない。今後も気になる部分は全力でいくぞ。ちとデリケートな問題だけど避けられないジハードね。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。つい、日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。